はい、こんにちは、三島スカーです。今回は発売から4日間で600万本売り上げ、さらに Steam の同時接続数も185万を超えて、2位のカウンターストライク2を超えて暫定2位まで上り詰めたパルワールドを、以前紹介した UMPC やミニ PC で動かしていきます。今画面に映っているのは自分のメイン PC のデスクトップになりますが、グラフィックボードに RTX3070 を使用していて、アンリアルエンジン5で作られたパルワールドも最高画質で動作をします。もし PC で遊ぶのを考えている方は、これくらいのグラフィックボードを積むと安心かもしれません。では次は以前紹介したスカイバリウムのミニ PC になりますが、まずはパルワールドを 720p のフルスクリーンでプレイする方法を紹介します。はじめにゲーム側の解像度を 720p にしてウィンドウモードに切り替えます。そして今度はデスクトップ側でも解像度を 720p まで下げると、だいたいほぼ画面全体にゲームが映るようになるので、ゲーム側の設定をフルスクリーンに変更します。このスカイバリウムのミニ PC はオンボードにしては GPU がかなり強く、快適に動作をしていると思います。画質を下げればほぼ 60fps 張り付きに近いので、プレイが全く苦にはなりませんでした。よいしょ。ちなみに 1080p に戻したいときは、再度ゲーム側とデスクトップ側の解像度を 1080p に戻せば大丈夫です。ただ 1080p だと 30fps 程度しかフレームレートが出ないので、 720p で遊ぶことをおすすめします。次は先日動画で紹介したばかりの UMPC アヤネオスライドです。 1080p でも 40-50fps とある程度問題なくプレイはできました。しかし 720p まで解像度を下げれば 60fps にかなり近づくので、やはり 720p でのプレイをおすすめします。次はアヤネオスライドと同じ CPU でキーボードがなくなったアヤネオエア 1S です。この UMPC は充電ケーブルに接続をすると TDP が 25W まで出せるのですが、今回は通常の MAX 設定 20W で動かしていきました。動画にはありませんですが、 1080p で動かすと 20-30fps ぐらいしか出ないので、 40-50fps は出る 720p で動かすことをおすすめします。最後はアヤネオエアープロです。この UMPC は先ほどのアヤネオエア 1S の古い型となり、 CPU が一回り弱くなっています。
そして冷却性能も少し劣っていて、最大 TDP も 18W までとなります。ゲーム自体は 20fps から 30fps とカクつきはしますが、一応なんとかプレイはできました。特にオンラインやこれから実装される PVP などをしないのであれば、この UMPC は安ければ6万7万円で手に入るかもしれないので、ありなのではないでしょうか。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。グラボを積んだデスクトップでは快適に動くのはある意味当たり前ですが、グラボを積まないミニ PC や UMPC でもパルワードはそれなりに動かすことができます。もちろんゲームパスのクラウドゲーミングならフレームレートはもっと出せますが、サブスクなので解約したら遊べなくなります。これからどんどんアップデートされるはずなので、どうせなら Steam でセールのうちに買ってしまうのをおすすめします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お相手はミジマスカーでした。